はい、どうもコミです。さあ今日はつむぎ組からですね、ハイボルトとの勝負、これは CWL のヘビーだったかなっていうね、クラスにおけるミックス勝負になるわけなんですけども、ターンホール15からターンホール12までのねミックスの勝負なんですけども、 OP ですね、66手と60手それぞれね、で、全部全開するっていうね、手数どんだけ残すのよっていう話ですよね。こう強えわ。はい、本当にお互いに強すぎるんですけども、この中で僕がねすごい気になったのが、トツアチャなんですね。トツアチャね、全然終わってないっすね。やっぱり、対策が今甘くなってきてるのかもしれない。で、ボックス型配置って言われる、今回見てもらうような配置に対して、もう刺さる条件っていうのがもう見えてきたんで、そこを今日は中心にお話します。なんで、最後まで見てもらうと、突撃艦アーチャーがめちゃくちゃ刺さる、絶対刺さる配置の特徴と、あとどういう風にそれを使うのかが分かってもらえると思うので、ぜひね、最後までご覧いただいていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。感じだった。ごめんなさい。では行ってみましょう。こんな感じですね。わかりますかね。刺さる村の特徴。あのね、これ裏から刺すんですね。バルーンを当てて、グランドウォーデン、トーム、で、突撃艦を入れていくんですけど、このね、エア水の上あたりに落とすんですよ。で、はい、こういう風に落としていきます。で、タウンホールはね、別に狙っていかないんですね、これ、あえて。で、この辺のモノリス、投石、イーグル、クランジョーかな。まあ、クランジョーも一応ね、アイゴレだったんで、出てきちゃっていますけども、小粒にニートとかだったらね、出てこないケースもあったりするんで、まあ、出てこなかったらそのまま潰しちゃうって感じですね。まあ、でも大体出てくるかな。はい、で、ここのど真ん中、タンホールの逆サイド側ど真ん中をドーンとこういう風に削っていって、削っていったら、あとは、スーパーバーバリアンで取ってくるんですよ。もうこのパターンですね。もう見えてきましたね。今回のこの、ヒロヤさんのこのトツアチャの削りって、そんなにめちゃくちゃ削れてるわけじゃないと思うんですよね。はい、結構残ってんなっていう印象だと思います。皆さんご覧いただいても。で、それでもいけちゃうんですよ。アーチャークイーンでちゃんとタウンホールを取りに行きたいので、これね、キングをこちら側、少し先目から出して、ここをカットさせることによって、アーチャークイーンをこの壁の中に誘導する。このテクニックは結構よく使うので、トスアーチャーする方は絶対覚えておいた方がいいと思うんですけども、入れていきますね。で、クロスボウのターゲット、陸のクロスのターゲット結構重たいので、これをゴーレムでずっと取ってますね。そうすることによって、クイーンと、バーバリアンキングがしっかり長生きすると。で、ジャクイン、キングはフィストを発動して、一気にこっち方面のこのカットをね、進めていって、アーチャークイーンをタウンホール側に持っていきます。で、インビジブルの呪文を使って、アーチャークイーンのクロークを温存しながら、クロークはタウンホールに向けて放つことによって、タウンホールをきっちりとアーチャークイーンで壊し切っていきます。で、結構ね、まだ防衛が残ってるっぽいんですけど、スパババがなんせ強いんですよね。で、スパババがまだ22体いるわけなんですけど、ロイヤルチャンピオンを徹底的にこう、スパババで、カバーしていきます。ロイちゃんでこの投石を壊すところまでかな。あと、マルチクロスまで。ここまでで見たいっていう話なんですけども、それを見れるように、余計なね、防衛からダメージなかあんまり食らわないように、スパババをどんどん入れて、こういうところをカットしまくってますね。はい、で、ロイヤルチャンピオンはここでシールドを発動していって、で、1、2、3、4とマルチを追って、さらにクロスボウも追っていくと。スパババ5体余ってるって状態ですね。どうでしょう、そんなにタウンホールを狙うとかね、いうことをしなくて済むので、インビジブルの呪文も多少余るから、それをロイちゃんに使っていくと、ロイちゃんの延命もできるし、っていうことですよね。で、今のようなアタックっていうのが、すごいね、たくさんあったんですけど、まあ、その中でももう一本、やっぱり、ヒロヤさんのね、同じ人のを見てもらおうと思って、ね、こちらを上げていこうと思いますが、真ん中やっぱこれ密集しますよね。で、2マス空いてるところがないんですよ。ここは2マス空いてますね、ここは。ここ2マス空いてるんで、ここに巨爆あるかなっていう、巨爆と小爆弾があってまずいかなっていうのは、ちょっと伺えると思うんですけども、こっちは全然2マスの空きがないですよね。なんでも巨爆ないことがバレバレなんですよね。で、こういう、ボックス配置って結構やっぱり多くって、なんでもここに、安心して落としていきます。こんな感じでね。落としていって、で、真ん中方面、こっちのちょっと真ん中のモノリス方面にね、こうクローンをかけることによって、アーチャークイーンがど真ん中で増え、で、四方八方に矢を放しまくるっていう感じですね。こういう風にガン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 。モノリスは当然、投石2本折って、マルチインフェルモンのも1本折ったのかな。で、相手のロイヤルチャンピオンも潰しましたね。このバリューはすごいですね。
ワンチャンタウンホールも狙えるってとこだったんですけど、まあこれ狙いすぎて、インビジブルの呪文1枚使っちゃうぐらいだったら、まあ使わないで取っとこうかなという判断だったのかなと思いますが、アーチャークイーンで、まずは、援軍をですね、しっかり釣って、アーチャーを多分1体この辺に出して、で、アイゴで釣っといて、で、アーチャークイーンで潰すっていう形だと思います。で、今、タイタンが1体入ってますけども、援軍の中身によってはタイタンを使ったんだと思いますね。例えば、なんだろう、ラバハウントとかな、あとはネクロマンサーとか、そういうのが入ってた場合には、タイタンを使って一気に殲滅するという形を作ってたんだと思うんですが、出てこなかったんで温存ですね。で、ここはバーバリアンキングにストライカー2体当てるのに、ゴーレムで盾取ってますね。これうまいですね。ゴレ盾からのストライカー2で、相手のババキンをこれで無力化します。で、味方のバーバリアンキングは上側からこうね、出していって、ロイヤルチャンピオンと合流させる形で、攻めていきますね。で、これができちゃうんですね。これババキンでここをカットするっていうのがさっきみたいなパターンなんですけども、カットする必要のある領域がそんなに広くなかったんで、これスパーババでやっちゃいましたね、こっちのカットもみんな。こうなんで、キングとロイちゃんを上から出すことによって、アーチャークイーンとロイちゃんキングでこう挟み込む ような形を作って、なるべく時短をするっていうね、形を作っていってます。これ時短結構大事で、スパーチャ戦術って本当もう時短が前回の成否分けるぐらい時間切れになれなるリスク高いんですよね。なんでそこに対してしっかりケアをしてるというところですね。さあどうでしょう、このね、やっぱりタウン裏から突撃艦を突っ込ませられる2マススペースのないボックス配置っていうのは、もうとにかくこのスパババの、トスアちゃんが刺さりまくるので、もうぜひとも使ってほしいなというふうにね思いますが、もう1本見ていきましょう。タウンホール14におけるスパーチャもどうなのかなって話ですね。で、タウンホール14におけるスパーチャっていうのは、これだけスパーチャを結構ねやる人の多いクランなんですけど、でもあんまり使われないんですよね。で、なんでかっていうと、おそらく相対的にスパーチャ戦術っていうのが強くないからだと思います。強いんですよ。今こうアルタさんが攻めてもらってるのを見てもらうと、あ、これ強えわっていうのが分かるんですけど、タンゴール14においては やっぱりね、花火っていう戦術がもうなんせ強いんですよね。突撃艦にスパガゴを入れて、ドラゴンと一緒にこう突撃艦飛ばしていって、タンホールとクラン城あたりをこうひっくるめて全部ねガンって取っていくやつ。僕の1個前の動画がその花火の特徴になってるんで、まあ、ぜひね花火わかんないよって方はそっち見てもらえたらと思うんですけども、タウンホール14に打てばやっぱ花火ですね。なんでトスアーチャーをするほどでもない。で、こういう風に投石機とかがね結構2つ離れてたりとかして、で村の配置の特徴がやっぱ15とは違うんですよね。15の場合って、そのレイジタワーっていうのがあるじゃないか。で、レイジタワーの周辺にクロスとか、あと投石とかモノリスとか、いろいろそういうね、主要な高火力防衛を集めるっていうね、形がよく作られるんですけど、そういう場合にはこのトッツアチャでそこをね、高火力帯をもうまとめて潰しちゃおうっていうのがまあ成立するわけなんですけど、14においては結構配置にね、こう主力の防衛を散らばらせるっていう、防衛の特徴があるので、ちょっとトッツアチャとは合わないかもしんないなっていう気はしますね。ただまあ、こういう風にど真ん中にガツンとこうね、アーチャーを差し込むことができれば、タウンホールまで当然取れるし、で、取れてしまえば、さっきのね、1本目、2本目と同じような、スパババを使った形、を作ってあげることによって、で、全滅楽に取っていくことができます。前回か。めちゃくちゃなんか言い間違えますね、今日ね。カムシ。ごめんごめん。ということでね。はい、タウンホール14でも当然強いんですけども、まあ、相対的にもっと強い戦術があるから使われないっていうのが多分タウンホール14のスパーチャ戦術で、タウンホール15においては、突撃艦のね、使用ですね、まあ、突破兵器の使用が少し変わって、中から出てくるユニットがめちゃくちゃね、ブワーって一気にこう出てくるようになったんですね、この23年6月から。で、その影響によって罠の解除、足元にある突撃艦を落としたね、この足元の罠解除が、できずにスパーチャーがみんなやられちゃうっていう、スパーチャーがみんなやられちゃうっていうね、ケースが、まあ、頻繁に起こったんで、使われる頻度が下がってきていたんですけど、1本目、2本目、見てもらったヒロヤさんのアタックみたいに、2マス空きのスペースがない場所であれば、巨爆はないので、そういうところを狙って突撃艦を落としていくことによって、しっかりアーチャーを生き残らせて、で、バッチリバリューをね、取っていくことができる。まあ、そういう使い方がまだまだできる、スパーチャー戦術なので、結構ね、こう、2マス空きの、スペースがないような、施設が密集している、エリアを見つけたら、積極的にぜひ使っていってもらえたらと
思います。でスパババとの組み合わせが何といっても今流行っていて都合いい点が多いので、タイタンとかね、あとはラバルとかいろいろあると思うんですけど、迷っている方は迷わずスパババを使ってみるのがいいと思います。ぜひね試してみてもらえたらというふうに思います。ということで今日の動画この辺で終わりにいたします。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日いっぱいなんか噛んだりしちゃってごめんね。はい、次からは気をつけます。ということで、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。